バハディール・オリムジャノビチ・ナシモフは、ウズベキスタン・タシュケント出身のプロサッカー選手である。ソグディアナ・ジザフ所属。ポジションは FW。2007年、ナシモフは、ディナモサ・マルカンドと契約し、ウズベクリーグのプロ選手となった。ディナモサ・マルカンド在籍中には58試合に、出場、22ゴールを挙げた。2009年にブニョドコルへと、ローンで、移籍。 16試合に出場した。翌シーズン、ナシモフは、ロシアプレミアリーグ前シーズン王者のルビン・カザンへと3年契約で、移籍した。ナシモフは、その後アゼルバイジャンプレミアリーグのネフチバクルへと、移籍したナシモフはこのシーズンに15ゴールを挙げ、ネフチバクルの6回目のリーグ制覇に貢献した。ナシモフは2009年11月18日、 AFC アジアカップ2011予選のマレーシア代表戦でサッカーウズベキスタン代表のデビュー戦を戦った。代表4試合目となった2011年7月28日のキルギス代表との試合で代表初得点を決め3から0で勝利、ウズベキスタン代表は 2014FIFA ワールドカップアジア予選の3次予選へと進出した。ありがとうございます。